さあ始まりましたポジドラ、どうも大竹遥でございます。今しがたドラフトの指名がね、育成まで全部終わりまして、興奮冷めやらぬ中、取っているというわけでございます。毎年毎年ドラフト選手を詳しく調べて動画を出してるんですが、今年もそれはやります。ただ今はね、こうみんなとね、おーよかったなとかね、あれ残念だなとかいうね、盛り上がりたくて、早速回しているという状態でございますね。どうだったかな、ちょっとねエクセルでね作ってきたんですよ、バチッとね。まあこれ見ながら話していけたらなと思うんですけれども、まず1位はね、急に公言したでおなじみ中地投手を取った一本釣りだぜというね、右投げのピッチャーね。まあドラ1ですからね、開幕1軍全然あると思うんで、頑張ってほしいなと思いますね。で2位がやっぱりちょっと意外っていうか、ここ1週間ですもんね、村松選手を明治大に和田さんと立浪さんが見に行ったっていうね、その試合が決め手になったのか、ね、バッティング高く評価している選手だということで、で4位の山浅選手、5位の浜選手もそうなるのかな、で6位の田中選手なんかもね、相当盛り上がっていましたね。6位で田中選手取れるんかいみたいなねもう田中選手ないんじゃないのみたいな中で、6位で田中選手取れるんだみたいな、非常に盛り上がりをね、見せていると。でこれ見るとやはり、立浪さんが最初におっしゃっていた、投手と二遊間を取るんだっていうね、まさにその通りだったのはだったんですけど、僕ねアマチュア野球あんまり知らないんであれなんですけど、こうみんなのね感想なんかを見ている感じでは、どちらかというと攻撃型の内野手を取ったっていうね、評価で、それは非常に素晴らしいことかなと思いますね。得点力得点力っていうね再三言われてますからね、毎年毎年。その中でまあ守備よりも打つのが上手い人を取ったんだというね感じらしいね、非常に楽しみだなと思いますね。村松選手なんかも、まあ春に手術してそれがどうなるかっていうところなんですけど、まあ、問題なしっていうことなんでしょう。で、山浅捕手も打てる方だというね、まあ、高卒ですけど打てる方だと、ね。で田中美希也選手はもう何今大病を、ね、乗り越えて身体能力抜群の選手だぜというね。で福永選手もずっとプロになりたいプロになりたいっつって夢を追ってここまで来た選手だと、結構年もねいってるんだっけな、26とかっていったかな、ね。まあ、とにかく、まあ、立浪さんがおっしゃっていた得点力そして内野手が欲しいっていうのはうまくカバーできたのかなという印象です、ね。1個前の動画でね、スラッガーの外野手をもし取るんなら 大勢取るんなら岡林選手が二塁手にコンバートもいよいよありえるんじゃないかみたいな話をしたんですけど、まあね、すぐね、一軍で出て活躍できるかどうか別として、こんだけ内野手を取ったんであれば岡林選手はしばらく外野なのかなというね、ところです。どうですかねその辺もね。で内野手でなおかつ左バッターが多いですよね。で左バッターが多いっていうことは、まあ、立浪さん個人的にはもうあんまり教えるのやめようかななんていうね、コメントも、記事になってましたけども、立浪さんが教えやすい選手が多いのかなっていうね、ミスタードラゴンズと似たタイプが多いのかなっていうね、そういう観点でも非常に楽しみだなというねところですね。であとはね、そうそう、個人的に残念なところって言ったら、やっぱりね、僕はサウスポーですから左ピッチャーしかも即戦力が欲しかったかなというね。この森山選手、3位の森山選手と、育成2位の野中選手が左ピッチャーではあるんですけど、すぐ見れると言ったらまあどうなのかなっていうね。森山選手素晴らしい能力持ってるんで、2,3 年後にはっていうところなんでしょうけど、やっぱ僕はねすぐ見たかったね、まあ、左利きの人はね分かってくれると思いますけどね、左利き B 機なんでね僕はね。であとはどうだろうか、あーまあこれはないものねだりなんでしょうけど、まあスラッガーね、まあ、投手と内野手が欲しいっつってそれをまあ上位で固めるっていうのは、そうなれば当然スラッガー候補なんていうのはね残ってはいないっていうのも分かるんですけど、やっぱね欲しかったかなっていうね、ところです。まあでもとにかく攻撃型の内野手を取ったっていうのは非常に嬉しい僕はね、いうところでしょうか。皆さんはどうですかね。まあいいドラフトだったのかな、なんかね、意見
というかね、ここがいいんじゃない、この選手ここがいいらしいよとか、そういう情報も含めてね教えていただけたら、コメント読まさせていただきます。チャンネル登録もお願いいたします。以上、大竹遥でございました。ナイスゲーム。